フェリックス・ミシル・メルキは、スウェーデン・セーデル・テリエ出身のサッカー選手。スウェーデン・アルス・ベンスカンのアイク・ソルナに所属。ポジションはミッドフィルダー。レバノン系スウェーデン人であり、育成年代では、スウェーデン代表のアンダーカテゴリーに選出されていた、ものの、父方の祖父の母国である、レバノン A 代表を選択した。メルキは、センターバックを本職としながらも、守備的 MF や時には、 攻撃的 MF センターフォワードとしてもプレーする多彩な選手である。メルキの父と同様、シリアンスカ FC で3年間プレーした後、2016年にトルコのエスキセヒルスポールニー席。2018年には AFC エシルストゥーナと契約してスウェーデンに戻り、スウェーデンのトップリーグであるアルソベンスカンへの復帰に貢献した。 2019年には、スウェーデンの王者アイクソルナへの移籍した。生まれと、育ちは、スウェーデンだが、レバノン人の父方の祖父を持つことを理由に、2018年に、レバノン A 代表でのプレーを選択。2019年の AFC アジアカップでは、グループステージ3試合すべてに出場し、北朝鮮 A 代表戦で得点を決め、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。 スウェーデン人の母とシリア人の父ロバート・ミシェル・メルキの間にスウェーデンで生まれた。出自の関係でレバノンのパスポートも取得しており、レバノン代表としての公式戦出場資格を得ている。兄のアレクサンダー・ミシェル・メルキも同じプロサッカー選手として活躍している。メルキは7歳の時に地元のクラブであるスウェーデンのシリアンスカ FC の育成部門に入団。 サッカーでのキャリアをスタートさせた。2013年にプロ契約を結び、トップチームに昇格。18歳11ヶ月7日で、スウェーデンのトップリーグであるアルスベンスカンでのデビューを果たした。その後リーグ戦や国内カップ戦で散発的に出場し2016年にトップチームのスタメンとしての地位を確立した。 2016年8月には、トルコのエスキセヒルスポルへ移籍し、リーグ戦10試合に出場した。2018年3月、当時、スーペルエッターに所属した AFC エシルストゥーナと契約。そこで、兄のアレクサンダー・ミシェール・メルキと再び同じチームに所属することになる。初シーズンは、リーグ戦21試合と、スウェーデンカップ1試合に出場し、昇格プレイオフを経て、 国内トップリーグであるアルスベンスカンへの復帰に貢献した。2019年はリーグ戦とカップ戦で13試合に出場。シーズン半ばでスウェーデン王者のアイクソルナに移籍することになる。2019年7月25日、アルスベンスカンの王者アイクソルナと3年契約で合意した。2020年秋に2019新型コロナウイルスに感染したことが発覚し、 アルスベンスカンでの残りの試合は欠場することになった。2018年11月15日に、レバノン A 代表としての公式戦デビューを果たし、フル出場した。その1ヶ月後には、兄のアレクサンダー・ミシェル・メルキと共に、AFC アジアカップ2019に招集された。2019年1月17日、グループステージ最終戦の北朝鮮 A 代表戦で、同点ゴールを決め、 チームは4から1の解消。そのパフォーマンスでマン・オブ・ザ・マッチに選出された。身長193センチメートル、体重85キログラムの恵まれたフィジカルを生かした対人守備と空中戦での圧倒的な強さ、正確なロングフィードによる攻撃力を兼ね備えたセンターバック。育成年代では攻撃的なポジションでもプレイしたことから本職は センターバックでありながらもチーム状況によって守備的 MF や攻撃的 MF、時にはセンターフォワードとしてもプレーする。また、センターバックとして先発してもその強靭な体を変われ試合終了間際のパワーアップレイジにセンターフォワードで起用されることもある。ありがとうございます。